は手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は山口幸子がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。2月26日、大津市から草津市の琵琶湖岸を駆け抜ける琵琶湖レイクサイドマラソンが行われました。このマラソンは琵琶湖の豊かな景色を見ながら環境についても考えて走ってもらおうと滋賀県などが開いたもので、今年で3回目です。参加者は大津市から草津市までの15キロと12キロの2つのコースを走りました。今年は高校生から80歳代までの1305人がゴールを目指して琵琶湖岸を駆け抜けていきました。2月26日、県立アイスアリーナで東日本大震災の被災地への募金を呼びかけるフィギュアスケートのチャリティーイベントが行われました。このチャリティーイベントは1月29日から震災1年となる3月11日までの毎週日曜日に行われています。会場の県立アイスアリーナでは県内でフィギュアスケートに取り組んでいる小学生から高校生までの選手らが出演し募金を呼びかけています。この日は去年中国で行われた国際大会で4位に入賞した高専中学3年の安原彩奈さんが演技を披露しました。地震が起こった明日の午後2時46分からは琵琶湖フィギュアスケーティングクラブの8人が氷上を舞う予定です。2月28日、琵琶湖の環境学習船海の子が今年度最後の航海を終えました。滋賀県内の小学5年生を対象に1泊2日で湖上学習を行う県の学習船海の子は昭和58年の就航以来、これまでおよそ45万6千人が乗っています。この日、今年度の最後の航海を終えた海の子の船内では、甲賀市内6つの小学校の児童、およそ170人が出席して就航式が行われました。式では児童の代表が、船長ら乗組員に花束を手渡して、1年の航海に感謝の気持ちを表しました。海の子は、今後、整備の後、4月25日から新年度の航海が始まる予定です。1日、県内のほとんどの高校で卒業式が行われました。このうち東近江市にある滋賀学園高校では、146人が出席しました。式では中野翔道校長が東日本大震災に触れ、被災地での節度ある行動や助け合いに世界から感動が寄せられました。皆さんはこの世界に誇れる生き方を取り入れ後世に生かしていってくださいと呼びかけました。県内ではこの日、県立高校と私立高校合わせて55校で卒業式が行われました。3日、日野駅では地元の女性がひな人形に扮した人間ひなが観光客らを出迎えました。このイベントは日野観光協会などが行っている
日のひな祭り機構に合わせて行われたものです。今年は日野駅のホームで地元の観光大使の女性がおひな様に扮し、ひなあられや飴などを手渡しながら観光客を出迎えました。この後、町内の商家などに代々伝わるひな飾りの展示を楽しんでいました。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。難聴者のための福祉講座が開催されます。音は聞こえるけれど言葉として聞き取れない人、聞こえにくいと言っても周りの人になかなか理解されない人、補聴器以外に何か良い方法がないかと考えている人など、日頃感じている不便や悩み、困っていることを同じように聞き取りにくい人たち、難聴者の人たちとお話ししてみませんか。日時は3月18日日曜日、昼1時30分から夕方4時、場所は滋賀県立聴覚障害者センターです。一部は難聴者による講演、体験談やアドバイスを聞き、自分自身の聞こえの状態を周りの人に説明する方法を学習します。二部は懇談会、参加者みんなで日頃の生活の中で思っていることを自由に話し合います。当日はその場で話されていることが理解できるように文字通訳もあります。講演・懇談会とも内容がわかりますので安心してご参加いただけます。申し込み方法についてや問い合わせはご覧のところまで。次に手話の学習会開催のお知らせです。社団法人滋賀県ろうあ協会主催の手話の学習会を開催します。手話が言語と認められ、手話を取り巻く情勢は大きく動き始めています。手話はどのように社会に広がり、聞こえない人の生活にどう結びつくのでしょうか。今改めて手話についてみんなで学習します。日時は3月20日火曜祝日、昼1時30分から夕方4時、場所は滋賀県立聴覚障害者センターです。聞こえない方、聞こえる方、どなたでも参加できます。申し込み方法についてや問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回3月24日土曜日夜9時20分にお会いしましょう。